ワイヤーカード本社。ワイヤーカードは、ドイツミュンヘン近郊のアスクハイムに本社を置き、決済サービスに関するシステム提供や、各種ソリューションを提供していた、多国籍企業。世界40カ国以上に拠点を持ち、フランクフルト証券取引所上場企業であったが、不正会計が発覚し、2020年に、経営破綻した。1999年に、会社設立。 2005年にフランクフルト証券取引所に株式を上場2007年にアジア地域に進出した2009年にシンガポールの決済サービス事業者 E クレジットテイリミテッドを買収し合併2012年にモバイル決済ソリューションを開始同年8月にインドネシアの同業 PT プリマビスタサルーシュを買収 以降モバイル決済ソリューションへのシフトとアジア太平洋地域での事業拡大が急速に進んだ。2015年10月、インドのグレートインディアンリテールグループから決済サービス事業を買収。2016年2月、ブラジルの同業もイップパガーメントス SA を買収。2017年3月、シティグループからプリペイドカード事業を買収しアメリカ合衆国に。 進出した。ワイヤーカードの事業は現在、伝統的なポスやカード発行業務から NFC やワレットなどのモバイル決済、フィンテック分野などに拡大し、世界200以上の国際的な支払いサービス、また100以上の取引通貨に対応していた。売上はヨーロッパ地域の割合が高いが、資産ではアジア太平洋地域が最大の割合を占めていた。しかし、 実際には遅くとも2015年には、同社の事業は赤字になっており、経営陣は売上を水増しするなどの不正会計に手を染めていった。2019年1月 A、フィナンシャルタイムズ氏が不正会計の疑いを報じた。4月ソフトバンクグループと戦略提携し、9億ユーロの CB を通じて5.6%の出資を受け入れた。 2020年6月18日に19億ユーロの現金の所在不明を認め、19日に CEO のマーカス・ブラウンが辞任した。25日に破産手続きの開始を申請すると表明し、経営破綻した。ワイヤーカードの会計監査を担当していたのは、世界4大会計事務所の一つである、アーンストヤングであるが、あわ3年もの間預金残高の十分な確認を、 おこたっていたと報じられ、あは、ドイツの検察当局から捜査を受けたほか、投資家から訴訟を起こされている。ありがとうございます。